イリナさん、ちょっと聞きたいことがありますが、いいですかはい、何ですか私は3ヶ月以上日本に滞在するので、外国人登録証明書が必要です。どこへ行けばもらえますか市役所に行けばもらえます。お金を払えばもらえますかいいえ、お金は払わなくてももらえますが、パスポートと写真が2枚いります。 用紙に名前、住所、滞在期間、来た目的を書き込んで係りの人に渡せばもらえます。すぐもらえますかいいえ、2週間ぐらいかかります。ところで登録証明書は日本にいる間パスポートの代わりに使えますよ。そうですか。それから銀行の口座を開きたいんですが、 登録証明書と印鑑とお金を持って銀行へ行けば口座を開けます。印鑑がなければ口座を開けませんか多分外国人にはサインでも大丈夫でしょう。銀行の人に聞けばわかるでしょう。はい。どうもありがとう。